皆さんこんにちは、こんばんは、ダオです。可愛い金魚のガチャを見つけたので今回はそれを紹介したいと思います。なんかこのガチャのミニブックはフィギュアが入っている袋と一緒に入っているみたいです。それで当たったのがデメキンです。これは欲しかった金魚の一つなんですごく嬉しいです。このガチャはもうちょっと回そうかなって思ってたんですけど、また近いうちにガチャを回しに行く予定で、その時にまたやってもいいかなって思ったので、今回は2回だけにしました。ビームから発売されているガチャガチャ、フルサイ式フィギュア、金魚立体図鑑です。それではラインナップを見ていきたいと思います。1回300円のガチャで、全部で8種類となっております。裏はこんな感じです。私がこの中で狙ってたのは、このデメキンと、あとは、チンシュリンと、超天眼もいいなって思ってるんですけど、それでは当たったものを紹介していきたいと思います。袋の中身はこんな感じです。それでは組み立ててみたいと思います。デメキンには岩と水草がついています。個体差なのか元々なのかわからないんですけど、この棒だけなぜかすごい緩くて、両側を試してみたんですけど、奥までグッとさせないのでグラグラになります。水草も奥までさせないので、穴もちょっと違うのか、こっちはグッとさせるんですけど、こっちはちょっと無理っぽい。デメキンはこんな感じです。すごくリアルで造形もよくできていると思います。この辺はクリア素材でできています。顔はこんな感じです。金魚を台座にくっつけてみるとこんな感じです。ちょっと動いてしまうんですけど、ひっくり返しても落ちないので、もしかしたらもともとこういう感じなのかもしれないです。ぐるっと回すとこんな感じです。ちょっと不安定かなって思ったんですけど、金魚の向きも簡単に変えることができて、金魚もすごく可愛くて造形もよくできていますし、このガチャは見かけたらまた回してこようかなと思います。もう一つの方は、当たったのはランチューです。ランチューはこんな感じです。ランチューも可愛くてよくできていると思います。
台座につけてみるとこんな感じです。水草はこんな感じです。台座は連結することができます。ここには2つだけしかないんですけど、もっといっぱいつなげていくと、水槽の中みたいな情景を再現して、ジオラマ風に飾ることもできます。フルサイ式フィギュア金魚立体図鑑の紹介はこれで終わりです。1つだけ飾ってもいいし、いくつか連結させてジオラマ風に飾ることもできますので、もしよかったら皆さんもやってみてください。私はまだ欲しい金魚があるので、このガチャを見かけたらまた何回かやってこようかなと思います。もしこの動画が良かったら、チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。それでは今回はこれで終了です。ここまでのご視聴ありがとうございました。